ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、長らく、非常に長らくお待たせいたしました。直撃の相馬人社会でございます。いやー、これにはね、事情があるんですよ、皆さん。ちょっと聞いてください。もうね、ちょっとね、残ってる相馬の料理、もうね、いよいよスーパーに売ってない材料ばっかなんですよ。ちなみに本日作るのは、葉山の炙りサンマのカルパッチョでございます。ちょっと葉山料理初かな、初だよね。で、この時期にサンマスーパーに売ってないんですよ。違う料理やろうと思ってサーモンとかも探したんですけど、サーモンの塊ってなかなか売ってなくて、もうね、どこぞの県下のちょっと冷凍サンマ取り寄せました。液体窒素でね、瞬間冷凍したやつ、もう今自然解凍し終わった状態からやりたいと思います。まあそういった理由からね、ちょっとね、間が空いてしまいました、すみません。まあこれからね、ネットでちょっとポチポチやりながらね、ちょいちょいやっていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。ということで本日の材料紹介するぜ。ディディーン。ということで材料はこちら。ラディッシュだよ、ルッコラだよ、エビリーフだよ、サンマだよ。サンマさん、面白いことやってください。っていうサンマではありません。こちらね、調理前日に冷凍したものをね、冷蔵庫で自然解凍しておきました。ね、瞬間冷凍したサンマだからね、味は落ちていないはずです。ディディーン。続いて調味料はこちら。 Excuse me, 醤油、酒、みりん、オリーブオイル、白ワイン、ビネガー、ブラックペッパー、オールスパイス、ガスバーナー。こちら炙りサンマなんで、ガスバーナーが非常に大切になってきます。よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょう。まずはね、こちらのサンマからさばいていきたいと思います。ちょっと僕、自分のチャンネルでお魚さばくのね、初かもしんない。初だね、この魚の状態から切るの。ちょっと緊張しますね。まあ、じゃあ早速やっていきましょうか。腹ワタを出していきます。ここね、薄く切っていきましょう。内臓を傷つけないようにね。うわっうわっ、こっから内臓を出すの。うわっうわっ、あんまり魚さやんないからさ。うわっうわっ。はい、でね、こんな感じでね、内臓出してあげましょう。ちなみにこちらね、後で使います。そしたらね、ちょっと魚の中ね、洗いましょうか。はい、続いてサンマを3枚におろしていきます。面白い、つまんねえよ。お尻の方から骨に沿って。おおおおおお、うまくない？これなかなかうまいんじゃないですか。え、あら、これ結構うまいじゃん。これ頭と骨と尻尾が残る感じで3枚におろしましょう。で、おろしの骨があるんですよ、細かい。これをね、取っていきます。この真ん中の小骨は骨の左右にね、線を入れるとピルって抜けるらしいです。俺もね、魚あんま騒いだことないから。ちょっといけたぞ、これ。これピューって、ピューって。まあこんな感じかな。ちょっとボロボロになっちゃったけど、まあ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 、セーフでしょう。はい、下準備が全部終わったらね、こちらをね、斜めに切っていきまーす。それにしても身がちっちゃいな。うわ、これむずい。これむずいぞ、これ。しかも薄すぎて斜め切りどうこうのレベルじゃないんだけど。これ魚むずいぞ。そして改めて包丁の切れの悪さに気づく。まあ魚の形はちょっと残念ですけど、まあ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 、まあよしとしましょう。はい、続きまして先ほどの肝ですね。これどこがどこでどうなんだろうな。とりあえずね、このちょっと危ない黒っぽそうなところはね、切っときますか。白いとこ使いましょう、白いとこ。そしたらね、こちらの内臓をね、ペースト状にしていきます、包丁で。ちょっと包丁欲しいな。はい、ではね、まあ、こんな感じですね。まあ、お腹を壊したくない人はね、まあ、ここは使わなくていいと思います。そしたらね、こちらのペースト状にしたものをね、お皿に移していきます。なんか塩辛みたいになりましたね。そうしましたらね、こちらでね、タレを作っていきます。醤油大さじ2杯、酒大さじ2杯、これなんか意外にめっちゃいい匂いする。はい、混ぜ終わったらね、こちらに火を通していきます。はい、フライパンにね、こちらを入れます。そして弱火でね、軽く沸騰させましょう。はい、とね、軽く沸騰してきました。そしたらね、火を止めて、こちらでね、タレは完成でございます。はい、続きまして、タレとは別にドレッシングを作っていきます。オリーブオイル大さじ2杯、白ワインビネガー大さじ1杯。これ場合によってはね、大さじ2杯でもいいかもしれません。まあそこら辺はね、ちょっと味の好みでお願いします。オールスパイス適量、こちらを適量入れます。はい、全部入れ終わったらね、混ぜましょう。ちょっぴり味見します。
めっちゃむせた。ちょっともうちょい入れた方がいいかもしんない。ちょっともうちょい俺的には酸味が欲しい。投入。酸味を確認したら最後に塩で味を整えましょう。こちらでドレッシングの完成ですね。最後にですね、盛り付けの野菜を切っていきます。まあベビーリーフとルッコラはねちぎってのせるだけなんで、ラディッシュを切っていきましょう。まあこれ飾りなんでね、使うの1個で大丈夫だと思います。ラディッシュってどんな味するの？俺単品で食ったことねえかもしれない。まあ軽く洗いましょう。でこの緑のところをまず切っちゃいましょう。この先端も切る。まあ使うのはねこの中心の部分です。こちらをね輪切りにしていきます。薄輪切り。はい、ということで、まぁ、こんな感じです。そしたら、いよいよ盛り付けていきましょう。さあ、盛り付けていきますか。まぁ、ちょっとね、サンマの形は悪いんですけどもね、まぁ、なるべくアニメに近い感じで並べていきましょう。はい、ということで、まぁ、こんな感じですね。で、真ん中に円みたいのがあったんで、多分あれ、サンマで作った円なんでね、多分こういう感じで合ってると思います。そして、こちらのサンマに、先ほどのタレ、こちらをね、ハケで塗っていきます。このタレをね、ハケで塗るあたりがもう おしゃれ。まあ、なぜハケなのかはね、ちょっとわかんないんですけど、まあ、お皿とかの見栄えとかでしょうね。こちらたっぷり塗ってあげましょう。あー、でもなんかめっちゃいい匂いしてきた。このね、タレめっちゃいい匂いなんだよね。このアンチョビ風の。ちょっと多めに塗っとこうかな。オッケーでーす。そしたらいよいよ、このガスバーの出番です。ちょっとね、練習射撃しています。練習射撃。あれ？これでガス出して、おぉおぉ、すげえ、ガスバーナー初めて使った。おぉ、はいはいはい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ということでね、こちらで早速こいつらをね炙っていきたいと思います。もうね軽くちょ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 っとやっちゃえばね OK なんで。こわっ、でもこわっ。ちょっと炙ります。炙りルラビーンだわ。いきます。あーいい、あーいい感じ。あーめっちゃいい。あ、めっちゃいい匂い。はい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 。あー、ありがとうございます。あー、あ、めっちゃいい匂いしてますね。あー、ありがとうございます。あー、あー、縮まった縮まった。はいはいはい。あー、こんな感じかな。オッケー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 、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー。炙っちゃったよ。うわ、めっちゃいい匂い。ちょっと不安が一気に吹き飛んだわ。めっちゃいい匂いする。そしたらね、いよいよ、盛り付けていきましょう、野菜たちを。ラディッシュを散りばめましょう。ラディッシュ散りばめーの。はい、こちらベビーリーフとルッコラですね。こちらもね、軽く乗せてあげましょう。そして野菜を散りばめたらね、この上にね、黒い豆みたいなのがポポポポポポって置いてあったんですけど、多分ね、あれ、オールスパイスの粉状にしてないやつなんですよ。けど、それなかったんでね、ちょっと見た目を重視するために、このブラックペッパーのね、この研いでないのを乗せていきます。あー、もうこんな感じだ。研いでない。粗めのやつ。これを散りばめる。うわ、超チケ。やべえ。ブラックペッパーを散りばめたらね、最後にこちらのね、ドレッシングをね、ちょん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 って感じでね、かけていきます。かけるというか、乗せるというか、もうなんだろう、ほんと、おしゃれな感じ。ちょんちょんみたいな。軽く、かけてあげたら、完成でーす！葉山の炙りサンマのカルパッチョです！うましょう！見てください。この色、鮮やかな彩り。そしてね、この炙りサンマの香りが非常にいいです。この醤油のタレがね、焼けた匂い、早速食べてみましょう。お分かりよ。さあ、果たしてどんな味がするのか。初の魚さばき料理、期待と不安で胸がいっぱいです。じゃあね、もうパクッとね、一口でいっちゃいますよ。いただきまーす。うまいわ、これは。ちょっと全然想像してたのにマジで臭くない。これね、ご飯じゃなくて酒だわ。これは酒。てか、めちゃめちゃいい香り。なんだろう、これ。この炙ることによって出るこの香ばしさと、オールスパイス、オリーブオイル、白ワインビネガー、もうね、全部生きてる。匂いが。匂いというか香りが全部生きてて、うまい具合に合体してる。うわ、よかった。俺ちょっとね、不安だったんだけど、ちょっと炙ったぐらいから、あ、いけるかもっていうね、感じでした。で、完成してみると、本当に美味しい。なんか、青臭いの苦手っていう人も、これならいけるかもしんない。うまい。もう飲む。もう我慢できません。はい、今回のお供、こちら、ディリー氷結。はい、ということで今日もね、氷結でやっていきたいと思います。これ酒にマジで合うぞ。これは本当に。いただきます。お疲れ様です、皆さん。
そう、これから炙る料理、これありだね。あ、これまああっという間だ、あっという間なくなるわ、これ。俺ね、青魚の刺身とかはあんま好きじゃないんだけど、しめ鯖は食えんのよ。だからそっちに近いと思う。だからちょっと生臭いの無理って人も全然いけちゃう。めっちゃ合う、めっちゃ合うぞ。いや、久しぶりに料理作ったけどやっぱいいっすね。あー、大食い企画やりてえな、大食い企画。そしてね、ちょっと一個ね、朗報があります。もうすぐね、新しい歌ってみた動画が出るんでね、楽しみにしててください。みんな大好き米津さんのね、歌を撮りました。ぜひそちらも楽しみにしててください。はい、ということで、あとはアニメ見ながらゆっくり食べたいと思います。すべての食材に感謝を込めて、おすまつ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。サンマのカルパッチョ、あとね、サンマ4匹かな、4匹残ってるんで、あのカルトッチョとおじや風でできたらね、作りたいなと思っております。サーモンも冷凍で届いたんで、まあ、サーモンのコンフィフラム、そちらもね、あの近々やろうと思うんで、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画も見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことで、また会いましょう。またね。おすまつ。